にゃんにゃん、どうもこんにちは、シュン TV チェンのシュンです。今回もマリオカート8デラックスやっていきたいと思います。パート2ですね。まあ前っても前回のパート1の続きからですね。本当のさあ、キノコカップ3レース目からやっていきます。キノレースでさあ3レース目ですね。いや本当になんで一つのカップ2パートに分けちゃったんだろうね。うん、スイーツチャニオンやっていきましょう。パックンいますね、パックン。パックンはそんなに嫌いではない。さあ、サードレースですね。さあ、一応連続的いけるからね。なんでこんな失敗するんだ、スタートダッシュ。おかしいな。なんか3回連続スタートダッシュ失敗してるよ。前回のパートと合わせてね。うわ、アイテムを取れない。これは一番ダメだ。アイテムは取らんとダメなんだよ。まあ、生きる、頑張って、実力でいくよ、生きる。そんな実力でいけるよ。さあ、分かれ道があるね。わあ、トリプルは、怖いわ。わあ、ぶつかります。ごめんなさい、ぶつかります。ごめんね、危ないよ。なんかめっちゃぶつかったよ。怖いよ。助けて。助けて言ってるけど。ああ、ぶつかる、ごめんよ。ああ、ごめんね。はい、投げるよ。はい、次のアイテムだよ。危ないね。危ないね。なんかめっちゃ出たよ。ずれるよ、画面が。もしかしたらちゃんと画面取れてないかもしれませんね。うん、そうなったらごめんなさい。すいません。木のピーヨー。赤コーラ、ガードしたい。わ、嘘。あれ？待って、キブ何に当たったの？一瞬。コーラに当たったの？でも、でもまだね。嘘。ごめん。あ、帰ろ。やってしまいましたね。これが、うわ、アイテム取られへんかった。うん、これが一番ちょっとね、ショックだよね。うん、自分は1位じゃないのになんかなぜか当たってしまうというね、ショックですね。1位浮上。まあ、1位浮上やからね、なんとかいけるんだよね、とか思ってね。あ、パックンごめんね。危ないね。ごめんね。ごめんなさいね。すいませんね。パックン通らしてね。すいません、パックン。ごめんね。あ、赤コーラガード。よし、赤コーラガードはいけますね。さあ、1位になって。さあ、サードですもん。華麗に攻めていくかい？いけるよ。いけるよ。よし、頑張れ。よし、頑張れって。なんか、キラーがさ、なんでキラーがこんななんか3キラーぐらいおんのかな。わあ、テレサ。誰や、テレサは。誰やねん、テレサだったけど。ごめんね、テレサ君。あー、1位のコーラ。もう、青コーラはいいよ、青コーラ。もう、青コーラなんかもう、だいぶいいだった、青コーラは。うわ、2位転落。やばいぞ。ここの2位転落、やばいよ。やめて。ごめん、やめて。ほんまやめて。うわ、お前が。もう、わー、うそー。2位ですね。で、まあ、うん、まあ、総合1位やったね。何も問題ございません。うん。総合1位やったら問題ないからね。うん。わー、完璧パークとはいけませんでしたね。やっぱ最初のスタートダッシュなんでこんな失敗するねんっていうお話ですよね。頑張りますね。頑張りますね。さあ、次でね、キノコカップファイナルレースですね。4レース目、ドッスン遺跡。たぶん 150cc 分いけるんちゃうかな。うん。ね。なんか、生配信とかで、マリオカート一緒にやりたいね。さあ、ファイナルレースですね。さあ、2、1、10。待って、キノコカップ全レース、全レーススタートダッシュ失敗してる人ってなかなかおる？てか、スタートダッシュなんで未だに成功せへんのやろ。なんか、それが一番気がかりやねんけどな。なんでこんなスタートダッシュを成功させられない。ちょっと、ドッスン邪魔ですよ、ドッスン。じゃあ、ドッスンじゃなかったわ。ドンキーやったわ。ごめん、名前間違えたわ。ごめんね。ドンキーごめんよ。怒らないでね、名前間違えたから言って。ほんとに、みんな早いね。150だからね。ID 不良で。あ、遊びはこれやったべ。あ、嘘。びっくりするよ。やめてくれません。ロリコーラは打たないで。ドッスン！あ、ここら？うわ。過去ヒルト使ってやるわ。どこわどこうわ危ない。なんか、ボム兵が隣におったよ。よし、
ごめんね、通るよ。息が自分だ。息が自分なんだよ。さっき取り逃したからね、ちょっとショックなんだよね。やっほー、よし、えらいよし、あほ、よしよし、よしよし、よし、いい感じだよ。なんか失敗したよ。やってもうたよ。やってもうたよ。なんか変、なんか真ん中ずっと通ったよ。さあ、よしで1位をね、取るというね。もしかして、全レース1位いけるよ。頑張ったら。はい、隠しルートを、隠しルートっていうか、当然ケルト使いましょう。さあ、その下赤コーラはガード、華麗にガードします。ああ、なんかやばいよ。なんか緑コーラなんか投げてもうた、落とした。ごめん、緑コーラ。よかった、緑コーラまた出てくれたね。嬉しいね。ありがとう。わ、なんか変な、なんか変なやつがあるよ。怖いよ。助けて。よし、ガンドウェイ。やっほほ、やっほ、よし、よし、ふふ。よし、よし、ふふ。さあ、そして、やっほ、やい、やい、やっほ。あー、うっそ、危ないね。危ないね。でも、まあ、1位ね。うん。まあ、1位は1位やから。やばい、あかん、そこでやめて。よっしゃ、うわ、落とされた。最低、なんてことするの？あなた、なんてことするんですか？ 1 位やねんけどね。1位やねんけどね。なんてことするんだ？さあ、やっぱり3レース目のね、2位がちょっと響いてね、57点になりましたね。満点で60点なのでね。次進みましょう。まあ、最初の規定はまずまずじゃないかな。1位、1位、2位、1位ですからね。で、ですね。まあ、一応ルールとしてはね、総合4位、総合4位以下やったらね、やり直しというね、ルールをね、付けさせていただきます。総合4位以下は、やり直し。で、やり直すのはね、動画残さないんだけどね。まあ、一応、ちゃんと1位取ってよっていうのを次のパターンに見せる感じになります。1位、1位、2位、1位、スイーツキャニオンになって、2位、簡単よ。2位ですね。なので、まあ、総合順位的には、何ポイント？ 1 位、1位、2位、1位、5、まあ、5割る4で、まあ、1.25 ですので、1.25 ってことは、まあ、星2つや。こんな厳しかったっけ？全部1位じゃないと星3つじゃないのか。まあ、総合順位 1.25 位ですね。まあ、小数点以下。小数点ね、小数点に近い後に落ちたら、まあ、1位なんですけどね。はい。やったね。ってことですね。どうだかないね。ってことだよね。今回、パート1、パート2、続けてキノコカップやりましたってことだよね。次回のパートはフラワーカップですね。フラワーカップがもしかしたら、もしかしたらタイムアタック挟むかもしれませんってことで、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ツイキャス配信、ナチュラル配信もやってますので、説明本部よろしくお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から友達通知よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見ててもらえたら嬉しいです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。